等トップクラスの巻き敵が登場。その巨大なウルスパワーで達也を粉砕するのか。達也は柿崎の懐に飛び込めるのか。グリズリーが牙をなく本気見せろよ。見せろよ。うわあ、カムロの恐竜、これにてジエンドが登場。伝説もここまでか。